ジョニー、関東の下級と呼ばれたくはないので適当で。いや、ホークさんに任せたよ、関東の下級は。もうあれやべえもん、あれセンスの塊だよ。俺今度動画なんだっけ、塩沢やっていいっつって全然似てなかった。さあ、マギリーグ次の試合いきましょう。マギリーグ勝ったのはジャスティスさんですね。まあなんか超簡略化してますけど、上でマリアリで、ちょ俺ロレツ悪いんですよ、すいません。まあ呼んでいきたいと思います。ですね、次の試合、高木さんのテスター、高木だな、多分高木さんのテスター、対するは万葉のパシリ。これもミュース戦ですね。ロボ界と、なんだっけ、テスタメント。そっと万葉は大会に強いのか。しかしサトゥージョニーも勝負での差は健在、しっかりコンボ決めて、青キャンが出ればなんとかなったところ。今日のサトゥーさんはなぜか優しい。しかし間抜けであるマンピー、自分から突っ込んでいった。タチケしっかり決めていく。最初はいいんだ、最初は肝心なところでダメである。泡で近づかせない。話し相手がちょっといやらしい、しっかりフォローしている。これはうまい。じゃあ、はい、から一旦様子見、暴れ潰しを兼ねている。さあ、後ろに戻って、話し相手じゃねえ、なんだ魚。サマソーは当たらない。コイン投げて、これはワンチャンス。コイン投げてジャックはしない、そのままカスに持っていく。さあ、ゲージは 50%。 さようなら。これは強気、無敵がなかったがなんとか取り返す。そうだ、今日なんか投了いたけど一緒の顔消えてんね。まあいつものことか。ジャンプ系引っ掛けて、ここでしゃがみ系、いい割り込み、ショックがしているか。一瞬向こう側では阿部玄さんとアフさんかな。なんか楽しそうに生きれてしますね。いいですね、そういうのがいいです。あーやばい、円滑。ここで禁煙投げ仕込み、強気な行動がこれからどうなっていくの。あー終わった。2枚投げて、まだ生きてる。なんでだ、サトゥージョニーコンボミス。しかしジョジョブレー、これが振りたかっただけだったのか。勝ったのはサトゥージョニー、さすが。次の試合、たくさんのセリアと早見さんのジャム、ジャムとスレイヤーでございます。